皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドボディ業務拡大につき拡張したエリアを紹介したいと思います。案内してくれるのはボンドボディ店長のふもさんです。よろしくお願いします。お願いします。本当です。ちょっと経過もはい、お伝えしてますし、まあ、本来の予定だったら、まあ、12月末なんて言ってましたけど、まあ、実際は12月末から稼働はしてるんですよね。はい、でちょっとこんな時期なんで、まあ、設備の導入が遅れちゃったりとか、年末年始でちょっとバタバタして、ちょっとご紹介が遅れちゃいましたけども、今回改めてこのエリアを紹介したいと思います。で、ちょっとおさらいになっちゃうんですけど、ここ場所的には、ボンドボディの裏、すぐ裏なんですよ、ね。ただ入り口がちょっと違うのと、あと受付に関しては今まで通りボンドボディのフロント、もしくは各支店に行っていただければ、まあ、車がここに搬入されて作業されると、そうですね、でまずここが入り口になるんですけど、改装前から僕らお届けしてるんで、だいぶ変わったっすね。ボロかった。屋根もついて、全部外装もボンドカラーの真っ黒黒に仕上がっております。でそのままここに積載車が入ってこれるっていう設計なんですよね。そうですね、さっきも積載車入ってきて車一台下ろしてるんで、積載車なんかも結構大型のものまでスムーズに入れるようになってます。でまずはちょっとこっちの磨きのエリアから、ご案内します。ふもさん案内お願いします。以前工事中にもご紹介したんですけど、3台分の作業スペースを今回確保しました。今ちょっとシャッター開いてるんですけど、基本的にはもう日中も締め切りで作業してるような感じになります。でこれ、冷暖房完備なんですよね。そうですね、冷暖房完備、基本的に21度設定ぐらいにしたような、でこれ従業員が別に快適に作業できるようにってことじゃないんですよね。そうですね、一応車の状態を一定のきちんとした温度管理の下で作業を行うっていうのを目的にエアコンをつけている。要はその温度によって塗装の状態が全然違うと。全然変わっちゃいますね、でちょうど今、磨かれてる車が入ってますけれども、R8 ですね、照明なんかもかなりこだわってるんですよね。そうですね、今回その光の温度に結構こだわりを持ってやってて、車の色によって色温度が変わってくると傷が見えたり見えなかったりっていうのがあるので、ボディ色に合わせて光の温度を変えながら、もう磨きながらチェックしながらっていうのを一つの場所でそのままスムーズに進められるようにっていうこだわりで作りました。その色温度っていうのが、光の温度っていうのは要はケルビンとかでこう、そうですね、今この色になってるんですけど、これを青っぽい光から、まあ、反対側に言うとオレンジ色っぽい夕方の夕日みたいな色の光にすることによって、磨きながら、傷を見ながらその傷を確実に消していってあげるっていう作業ですね。で照明も上にこのスポットと横にこれ LED ですか、LED ですね、の照明全部完備で一周車傷のチェックをしながら磨けるようになってる、これが見える見えないとで何が違うかっていうと、磨きってクリア層の表面を削っていく作業になってるんですよ。見えない状態で削っちゃうと、もう簡単に言うと削りすぎちゃう、それが一番怖いことで、よく表面磨きしますよとかっていう業者さんがいるんですけど、僕らもずっと塗装をずっとやってきた人間からすると、その本当の鏡面塗装って全く別次元のもので、通常のお車で鏡面塗装仕上げっていうのは基本的に不可能に近いというか、そこまで逆にやっちゃいけないっていう、クリアを削りすぎちゃう、削りすぎちゃうってことですね。ちょうど今磨きの車、今この磨き粉が少し乗ってるんで分かりづらいんですけど、この LED の照明のゆらゆらで結構肌がはっきり見えてると思うんですけど、肌っていうのは表面の凹凸の部分ですね。この R8 っていうお車自体は凹凸はかなりなだらか、なだらかです、でもう最近の、まあ、ベンツ BM とかになってくると、もっと山が荒いといいますか、膜厚が薄いというかっていう感じなので、それに比べると全然膜厚も厚みがあるし、なだらかで光沢が出やすい状態だと思います。じゃあ、まあ板金塗装の方の設備もあるんで、そういう知識を生かして磨きができる、そうですね、だから分かってて磨くのと分からないで磨くっていうのはもう全然違うので、だから光も見えてる状態で磨くのと見えてない状態で磨くの全く違うので、だからやっぱり環境は大事かなっていうところを
まあ、経験も大事ですけどね、はい、それが確認できる環境でその設備が整っている、うん、そうですね、エリアが3つ、はい、3つ、はいはい、入ってる、うん、でこれそのまま洗車はできないでしたっけ、はい、あ、全然そのまま洗車もできますですよね、はいうん、はい、なのでもうワンストップで車が来たらまず洗車をしてボディをチェックさせていただいて、で場合によってはまあ塗装が必要なになっちゃうようなお車もあるんですけど、もうそういった場合も事前にご案内して車をきれいな状態にしてからまあ磨きに入ると。なるほど。で磨いてコーティングして最後そのままお客さんに渡す、基本的にワンストップでここでやるような。なるほど、はい、でやっぱりその磨きの環境っていうのは、うん、その磨き方と同じぐらい大事ってことですよね。大事です、はい、まあ、要はそのホコリが入ってこないし、はい、傷もチェックできるし、うん、温度もちゃんと管理されてるっていう、こういうところで作業しています、うん、はい、でちょうど今この R8 が磨きの途中ってことですけど、はい、これ磨き終わったら当然コーティングが施されるわけですね。そうですね、はい、でそのコーティングも今回すごくこだわったものを厳選して、はい、そうですね、やってるんですよね、はい、うちは一応オリジナルでボンドプレミアムコーティングということで、いわゆるその活性性、水を弾くタイプのコーティング剤になるんですけども、それもいわゆる開発業者さんと打ち合わせしながらオリジナルのもの、いいものをちょっと作り上げて、はい、それをご案内してる感じで。なるほど、はい、やっぱりこの塗装に精通してるところからちゃんと考えられたコーティングっていうことで、そうですね、はい、他と違うものが提供できるようになってる、はい、じゃあ続いてご紹介するのがこちらのラッピングのエリアということで、はいはい、でこの部屋自体はその素材を置いてあったりとか、そうですね、はい、フィルムを下準備をするようなスペースになってます、はい、この辺が大量に在庫されてる、いわゆるエクスペルのプロテクションフィルム、あとエステックさんのプロテクションフィルムですね。傷防止の透明フィルムですね。そうですね、もう色がついたものもあるんですけど、あ、なるほど、色のないものとあるものと、はい、いろいろ使い分けをしながら、はい、今いろいろあるんですよね。いろいろあります。マットになるやつとか、はい、いわゆるステルスフィルムって言って、光沢のあるお車に貼ると、艶が引けるっていうんです、ね、ちょうどこの辺がそうですか、ね、そうですね、はい、うん、ちょっと端材なんであれですけ ど、 なるほど、これを貼ることによってボディカラーがマットになったような仕上がりになります、はい、なるほど、そういったものもいろいろあるん で、はい、そうですね、まあ、車の形状とか、はい、仕上げたい仕様によって使い分けたりとか、ね、だから、まあ、こちらでいうと今最近よくゲレンデのサイドステップ、フットボードの部分に貼るんですけど、いわゆるマットの黒のプロテクションフィルム、なるほど、傷防止と、あとは傷が入っても自己修復しますよみたいな機能がついたフィルムになりますかね、はい、でフィルムもやっぱりこう、うん、ついで貼らないようにでっかいサイズがあります、はいはい、こうルーフとかボンネットも1枚で貼れるように、うん、こんな大きいのから、はい、もう種類でいうと、こっちから見ると、まあ、ラベルが違うんでよくわかると思うんですけど、いわゆるアルティメットフィルムっていう、透明のフィルム、傷防止フィルム、その下がステルスといって、先ほど話したマットになるタイプのフィルム、それ と、アルティメット10っていうのがですね、厚みが違うんですね、はい、内装に貼る薄いフィルムとか、はい、ボディでも通常のアルティメットよりも分厚い、傷をもっと強固にガードするみたいなっていうフィルムがあったりするので、場所とか目的によってフィルムを分けながら。内装用なんかもあるんですね。内装用もあります。じゃあ内装 の、 そのカーボンのパネルとか、うんうん、特に傷が目立つピアノブラックのパネルとかも相談していただければ、うん、そうですね、貼れる可能性もあると。はい、はい、そうです。でこっちにあるのがちょっと端材だったりしますけど、うん、ラッピング の、 その色替えによく使われるフィルムですね、はいはい、でこの辺は大量に在庫しているというよりかは、うん、ご要望に応じて、そうですね、はい、適切な量を用意してって感じですね、はい、ご依頼いただいて材料を用意して、色替えのラッピングなんかそういった流れでやってます、はい、でこの辺もいろんなメーカー用意してるんで、はい、3M さん、エイブリーとか、エイブリー、はい、オラカル、はい、あと何社かありますけど、はい、で結構そのフィルムによって貼りやすい貼りにくい、色味が違ったりとか、うん、艶感が違ったりとか、うん、いろいろあるんで、その辺なんかもご相談いただければ、はい、もうその辺を全部統括してる小本さんが、はい、よろしくお願いします。僕はちょっといろいろ回ってて無駄に詳しいんでちょっと微妙な空気になっちゃうんですけど、はい、いろいろやってますんで、はい、そしてこれがカッティングマシンですよね。カッティングマシンです、はい、これカッティングはいわゆるプロテクションを貼るときにですね、車の形状に合わせて全部カットしたものを貼っていくっていう機械がもう切ってくれる、はい、プロッターって言うんでしたっけ。プロッターですね、はいはい、もうそれこそ家庭用のこんなちっちゃいのもあったりしますけど、そっちがそうですね。あ、これそうですね、うん、
はい、うん、そっちはロゴをカットしたり、もうカッティングで使ってたりするんです。でそれをやるのに、まあ、パソコンにデータが入ってて、そうですね、はい、はい、うん、でこれもちょっとそのデータがそのまま使える場合と使えない場合と、はい、さすがですね、はい、はい、いわゆるそのカットデータっていうのをあの各メーカーさん出してるんですけど、実際原車に合わせた時にやっぱり、余っちゃうとか足りないとかっていうのがあるので、各いわゆる施工店さんがオリジナルでデータをおのおのいじったものを使ってる感じになります。だからうちの場合もちょっとその一回貼ってみて、ちょっとここ余裕持たせておいた方がいいだろうっていうものはもう全部データを自分たちで修正をして保存して次回からみたいな、そんな形でやってますね。だからプロテクションの施工もそのノウハウと経験値がすごく大事なんですよ、ね、すごく大事です。そうしないと、はい、ちょっと寸足らずだったりとか、はい、枯れてなかったりとか、はい、っていうのも出てきちゃうんで、まあ、その辺を全部やってると、はい、いろんな施工店さんあると思うんですけど、やっぱりこだわってやってる施工店さんを選ぶっていうのが大事かなと。なかなかこう一般の方だと価格重視でやってるのか、うん、はい、ね、クオリティ重視でやってるのか、そうです、ね、なかなかちょっと見分けるところは難しいと思うんですけど、はい、うん、ボンドボディの場合は本当にその手間暇惜しまず、惜しまずです、もう本当にクオリティ重視で、はい、まあ、設備も整えて、はいはい、ノウハウもあってやってるってことみたいです、はい、じゃあ続いてご紹介するのが実際にラッピングだったりだとか、はい、プロテクションを施工するエリアってことですね、はい、でここはもうその隣すぐ磨きの、そうです、磨きどうしても磨き向こう粉が出ちゃうで、向こうとこっちはもう完全に分けて、はい、作業できるようにして、で、こっちもレーダーも完備ということで、はい、はい、見てください、この季節感のないこの2人の作業しているメンバー、はい、T シャツですか、はい、我々上着を着てるのに T シャツ作業、はい、これふざけてるわけじゃなくて、じゃなくて、はい、ちゃんとそのフィルムを貼るのに適した温度になってるってことなんですね、うん、はい、そうです、はい、で、これ温度が低すぎると結局フィルムが硬くなっちゃう、硬いです、硬いし、割れ、まあ、場合によっては割れちゃうような本当、全然違うんですよね。で夏場は夏場でもう何て言うんでしょう、や柔らかすぎちゃって、でノリズレも頻繁に起きちゃいますし、なんでもう一年中決まった状態で温度管理をしてっていう、はい、そしてもううちのラッピングといえばもう徹底的に分解してそうですね、はい、できるだけもう分からないぐらいで貼るということで、はいはい、まあもうここいろいろパーツがばらされて、はい、大変なことになってますけど、はい、ラッピングでここまでやるんですね。やっぱりそのもともと板金塗装カスタムで経験値がありますんで、バラした方が綺麗に貼れるよねっていうところはなるべくバラします。なるほど、はい、これちょうど今そっちでフルラップされてるポルシェのパーツですけど、そうですね、はい、なんとドアノブだったりだとか、うん、ミラーだったり、ドアノブミラーだったりっていうのも、もう基本的に、はい、もちろん上からこう張り込んで巻き込んでっていうこともできちゃうんですけど、まあ、もちろんバラした方が、はい、綺麗に貼れるな、クオリティを目指して、はい、やってます。こんな細かい作業、うん、一応今フライングスパーが作業中ですけれども、はい、これは今何中ですか。ツートンになるんです。あ、なるほど、はい、ツートンで貼りの依頼なので、今ちょっといわゆる捨て貼りですよね、ボンネットの裏側、耳の部分とかを細かい部分先に捨て貼りって言って貼っておいて、それから表面の大きいフィルムを貼るっていう、後から貼れない端っこのところとかを、そうですね、先にこう貼っといた方がフィルムが上からこうかぶさった方がですね、そのつなぎ目が目立ちにくいので、ラッピングフィルムって基本そのどうやったらつなぎ目が目立たないかみたいなところを皆さんやっぱり重視してるので、うん、そう、確かについでるとこ分かっちゃいますからね。そうなんですよ、はい、それが継ぎ目がお客さんから見る目線で手前に上面が来るのか、それとも奥側に上面が来るのかで全く見え方が変わってきちゃうんで、これもやっぱりこうピラーサイドから、ルーフクォーターまでツートンで通すんですけど、屋根は屋根で張って、それからピラーを張って、屋根を先に張っておいてピラーを張ってあげるとつなぎ目が見えづらい、なるほど、っていう感じなんで、それ張っていく順番だとか張り方なんかもかなり工夫して、そうですね、やってる、はい、やってます。で今回はこのグレーというか、うん、のボディからこのシルバーのルーフになる、はい、ま、いわゆるサテンシルバーですね、はい、サテンシルバーのラインを入れるっていう、はいはい、なるほど。そしてこれ今リフトの上で作業されてますけども、はい、リフトが2機、はい、はい、やっと来ました、はい、
でこれがそうですね、ご紹介が遅れちゃった原因でもあって、はい、そうですね、はい、もともと3ヶ月の予定で去年の6月に注文してたんですけど、まあ、こんな時期なんでちょっと設備を設置するのがちょっと遅れちゃったそうですね。でこれがあることによって、はい、要は下回りなんかも下回りですね、はい、これ一番ワイドなタイプを入れたんですけど、なんで、まあ、バンパー張り込むときにも2人がこう回り込んでそのまま張れますし、下回り張るときも見落としなくちゃんと張れるんで、うん、確かにこう地上に置いた状態だと張るのもバンパーだったらこうやって下回りも覗いて、そうなんですよね。それはもうやっぱり目線の高さでできれば、ほこり巻き込むリスクも減りますし、なるほど、見落としも圧倒的に減るので、結構そのプロテクションフィルムなんかもよく見るとスーパーカー下の方とかゴミ紙が多かったりとかっていう車があるんですけど、そういった見落としなんかもないようにきちんと、はい、環境を整えて、まあ、見えないところもこだわって施工できるように、はい、リフトを2機入れてあるみたいな、はい、でこっちはちょうど今色替え中の色替え中ですね、はい、1.2 ですかね、ターボだから、はいはい、この辺なんかも、はい、とんでもなくバラされてますね、これ。そうですね、あのポルシェのこの三角ガラスって基本ボルトで止まってるだけなんで。そうなんですか。そうなんです。だからあのコストここまでかかんないで脱着ができちゃうので、だったら外して貼ってあげた方が綺麗だよね。もちろんこう中に押し込んじゃうっていうのもありっちゃありなんですけど、それはもう完全に板金屋さんの知識と経験に基づくところですね。そうですね、だからもうドアバラす、そのガラスどこ外すとかっていうのも全部もうそのできちゃうと、はい、で当然ドアなんかもあの板金塗装で外す経験も多いですから、うん、そのチリを合わせたりだとか、うん、はい、どうやったら外せるかとか、うん、っていう知識もあるん で、はい、ここまで、はい、これじゃあもう色会社は分かんないですね。いや、カバーとかドアとか、はい、それこそエントランスとかついていっちゃうと基本的に分かんないですよね。塗装もするんですけど、ラッピングの利点ってやっぱり戻せる、だからあの、ね、乗り換えるときに綺麗に元の状態に戻せるっていうのがやっぱり利点だと思うので、オールテンしてしまうとそれができないんでね。なるほど、うん、でちゃんとそのコーションプレートのところなんかかなりうまく抜いてあったりとか、うん、そうですね、はい、本当に全部細かく、うんうん、で前回りに至ってはやっぱりライトを外すし、はい、って感じですかね、うん、バンパーも外してライトも外して、うん、ちゃんと全部内側まで張り込むと、うん、そうですね、はい、確かにこうリフトあると目線の高さで作業できるんで、うん、まあ、本当見落としがないです。作業効率もアップしますし、うん、はい、クオリティアップにもつながっていると思います、はい、というわけで今回は新しく拡張したウォンドボディのエリアを紹介させていただきました、うん、はい、で実は今回ご紹介させていただいてますけど、はい、本来の板金塗装の方も、はい、今年ですね、はい、パワーアップするんですね。大幅パワーアップですね。今のところあのボンドボディ そのパワーアップ計画の半分が、今回終わったっていう感じですね。残りの半分が、今年の7月をめどに塗装工場の方完全リニューアルする感じになります。最新鋭の塗装ブースを入れて、そうです、さらなるクオリティアップと作業効率アップと、そうです、はい、最新の車にも対応できるように、はいはい、まだまだパワーアップしていくみたいなんで、はい、でちょっとあの忙しすぎて、うん、あの人手が足りないんですよね、うん、全然足んないですねはい、あの着々とこう従業員増えていってますけど、ボンドボディの、はい、まだまだ足りないみたいなんで、あのここで募集します、はい、はい、お願いします、はい、あの経験者有効なんですよね、まあ、あの経験者の方も、はいはい、未経験の方もぜひご応募いただければ、はい、で一応業務的には、はい、板金塗装、はい、あとはフィルムの施工だと磨き、はい、はい、コーティングですね、はい、もうその他もう車に関わりたい方、はい、そうですね、どれを始めていいか分からないっていう人も、ああ、もう全然、はい、はい、もうぜひぜひ来ていただいて、見ていただいて、経験していただいて、うちの会社のメリットってもうそれだけじゃないので、はい、もちろんあの大宮店の富山店長ももともとここで塗装のスタッフとして働いてましたし、あのグループ内いろんなことが経験できるのがいいと思うので、強みだと思うのでぜひぜひご応募いただければ、はい、もう逆に経験してから、うん、まあ、自分のその活かせそうなところで、そうですね、はい、ということもできると思いますので、はい、まあ、詳しくはホームページのリクルート欄からご応募いただければ、はいはいはい、担当の者からご連絡させていただくと思います、はい、というわけで今回は、ボンドボディの拡張したエリアをご案内させていただきました。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。